こんにちは、ベガルタ仙台サポーターゆっくり霊夢です。こんにちは、同じくベガルタ仙台サポーターゆっくりマリサだぜ。2020年10月24日の名古屋グランパス戦について、ベガルタの良かった点、悪かった点と、この状況から抜け出すには何が必要かについて語っていきたいと思います。試合は残念ながら0対1でベガルタが敗れて、最下位になってしまったのぜ。スコアだけを見ると惜敗にも見えますが、内容は散々なものでした。無理やりベガルタを褒めると、熱いハートで立ち向かい、強豪グランパスを1失点で抑えたというところでしょうか。最初は良かった点です。その中で良かった点を挙げるとすると、守備陣が失点を1点に抑えたことです。ベガルタ側の MVP はスゴビーク選手だと思うのぜ。スゴビーク選手がいないとあと2点くらい取られても不思議じゃなかったのぜ。次に悪かった点です。試合間隔がベガルタの方が長くコンディション的に有利な状況にもかかわらず、シュートが1本しか打てず、パスミスだらけで攻撃の形が全く作れなかったことです。長沢選手のシュートがベガルタの唯一のシュートなのぜ。原因は木山監督の戦術が浸透していないこともありますが、今節に関しては道淵選手の DV 問題による選手のメンタルの影響が大きかったのではないかと思います。成績不振、債務超過の問題があったところに、道淵選手の問題が起きたことで選手のモチベーションが大きく下がってしまったと思うのぜ。ここからは、この状況を抜け出すには何が必要かです。現実問題としてフロントの状況から監督の交代、選手の緊急補強は難しいと思うので、ベガルタ内部でできそうなことを考えてみます。1、選手のモチベーションの回復。現在の一番の問題は選手のモチベーションが下がったままだと思われることです。これを解決しないことには、いくら戦術練習を繰り返しても勝利には繋がらないと思います。モチベーションを上げるには決起集会、監督のモチベーション能力、監督交代外部からの監督招聘、監督交代内部昇格等が考えられます。これらについて考えてみます。まず、決起集会のようなチーム全員を集めてのイベントは現在のコロナ禍の中では無理です。監督のモチベーション能力については、木山監督が J1 の実績がなく、成績不振の打開策が打ち出せていないことから、選手の信頼を得ているとは考えられないため、可能性は低いです。信頼関係の築けていない状態で何を言ってもモチベーションは上がらないと思うのぜ。監督交代外部からの監督招聘は、フロントがもともと債務超過問題だけで手いっぱいのところに、道淵選手の問題が起きてしまったことで、現在のフロントでは監督交代を行う余力はないと思われます。これが一番効果があるけど、今のフロントの力では無理そうなのぜ。監督交代内部昇格については、ベガルタコーチ陣は監督経験者がおらず監督としてこの状況を立て直せるのか未知数です。現時点で内部昇格の声も上がっていないのは、フロントもそのように判断しているからだと思われます。もし木山監督が辞任するようなことがあれば、内部昇格の可能性が高いと思うのぜ。以上のことからフロント、監督にモチベーション回復を求めるのは難しいとの結論になりました。そうすると選手にその役割を求めるしかないのではないでしょうか。関口選手、八須賀選手、平岡選手あたりになんとか頑張ってほしいのぜ。2、運を味方につける。監督交代、選手補強もできない、フロントも動けない今の状況だと現在の状況を変える特効薬になるのは、とにかく勝つことだけです。ラッキーなゴール、相手のオウンゴール、審判の疑惑の笛など運を味方につけて勝利をもぎ取ってほしい。そしてそれをベガルタ復活のきっかけとしてほしいです。どんなに泥臭くてもいいので、まずはホームで一勝してほしいのぜ。3、クエンカ選手、松下選手。ベガルタでは数少ない違いを作り出せるクエンカ選手をもっと活かせるようなチーム作りをしてほしいです。また、ボランチから有効なパスを出せていない現状があるため、早く松下選手に復活してもらい、勝利につながるパスを出してほしいです。補強が難しい以上、怪我から復活した選手に活躍してほしいのぜ。やはり、フロントが動けない状況だと打てる手がほとんどなさそうなのぜ。今回の動画は以上になります。
最後に、道淵選手の問題でベガルタには強い落風が吹いています。ベガルタについて厳しいご意見の方も多く、それは当然のことと思います。しかし、私は地元民としてベガルタがブランメルだった頃から試合を見ていましたので、なんとかベガルタに立ち直ってほしいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございましたので。